父さん、おかげで私も無事成人することができました。私は明日から社会の公僕です。厳正に規則を守り、社会に貢献したいと思います。プリンセスにはなれなかったけど、私にはこっちの方が向いてるみたい。だからお父さんも祝福してね。明日からは仕事に全力投球します。だから今夜は甘えさせてくださいね、私の大切なお父さん。